はい、それでは定例会見を始めさせていただきます。今日は発表事項が2件とお知らせが3件ございます。初めに発表事項ですけれども、第21回の千葉市芸術文化新人賞の受賞者の決定でございます。平成14年度にですね、千葉市芸術文化新人賞を設けておりまして、まあ、将来の千葉の文化を担うですね、才能あふれる芸術家を将来の大戦も期待も込めまして表彰させていただいております。今回で21回目でありますけれども、選考委員会の審議を経まして新人賞1件、奨励賞3件の受賞者を決定をいたしました。新人賞は全国的な水準でのですね、活躍が期待されておりますミュージカル俳優の米澤健人さんが選ばれております。奨励賞は活動がですね、奨励に値をし、将来の活躍が期待される方といたしまして、バイオリン奏者の村尾龍斗さん、クラシックバレエの三浦伊織さん、そして児童文学小説家のですね、神戸春馬さんが選ばれました。新進気鋭の方々がですね、この千葉市で育ち活躍されているということは大変嬉しいものでありますし、今後も地域に根付いた活動をお願いいたしまして、千葉市の芸術文化の振興に寄与していただきたいと思います。本日の14時30分から市長設置にて受賞式を開催いたしますので、意欲あふれる芸術家のですね、生の声をぜひ取材いただければと思います。続きまして、発表事項の2点目でありますけれども、味の素冷凍食品株式会社の千葉工場での大型の追加投資案件の決定でございます。千葉市で今力を入れて推進しておりますけれども、コロナ後ですね、収束を見据えた、地域経済の活性化を、実現していきたいと思っておりまして、関係先と緊密に連携をしながら、誘致活動を行っております。市内企業へのさらなる追加投資、そして創業環境の改善への支援も合わせて行っているところであります。今回市内に立地している企業につきまして、企業立地促進事業補助金を活用しました大型の追加投資案件が決定しましたので、事業計画認定書の交付式を行いますのでお知らせをいたします。味の素冷凍食品株式会社様ですけれども、ご存知の通り冷凍食品の研究開発製造販売を行われている企業でございます。今回会社としての競争力強化を行うためにですね、工場の再編を行われることになりまして、消費者に近いということ、また取引先との近接性を踏まえられまして、商品を生産しやすい創業環境である千葉工場美浜区ですけれども、集約をいたしまして、エネルギー効率を高めるとともにですね、炊飯管理をですね、可能とするきめ細かな炊飯管理を可能とする低炭素型炊飯ラインを導入するというふうに伺っております。今回の設備投資によりまして、生産性の大幅なアップ、環境対応、高品質の独自製品のですね、対応力の向上を高められるというように伺っております。今回の味の素冷凍食品株式会社様のですね、事業計画の認定によりまして、千葉市からは、取得された固定資産にかかる固定資産税、都市計画税等々の補助、また雇用に関する補助などの支援を行っていく予定でございます。味の素冷凍食品株式会社様への認定書の交付につきましては、今月1月27日金曜日の10時から、市役所3階市長応接室にて行います。私からですね、味の素冷凍食品株式会社の羽賀執行役員経営企画部長に認定書をお渡しする予定にしております。参考資料として企業立地に関する認定件数、補助メニューの抜粋を掲載しておりますのでご覧をいただきたいと思います。続いてお知らせ事項になります。1点目はですね、テレビアニメと千葉市とのコラボイベントの開催についてですけれども、千葉市にはやはり俺の青春ラブコメは間違っているというですとか、俺の妹がこんなに可愛いわけがないなどですね、市内を舞台とする人気アニメ作品がございます。これまでも千葉都市モノレールによりますラッピング車両の運行、また日本郵便様と連携をいたしましてオリジナルフレーム切手の販売を行ってまいりました。アニメ作品を活用したさまざまな企画が実施されているわけでございます。今回はですね、このように人気の高いアニメ作品を活用することで市内への誘客交換を強化いたしまして市内経済の活性化を図っていきたいと思っておりますけれども、
1月の27日金曜日から3月31日の金曜日までですね、本市を舞台といたしましたアニメ作品、やはり俺の青春ラブコメが間違っているとのコラボイベントを市としては初めて開催することといたしました。イベントにつきましては、作品に登場するスポットを紹介するマップの配布ですとか、デジタルスタンプラリー、市内店舗を回るお買い物ラリー、オリジナルグッズの販売などを予定をしております。また2月の25日の土曜日になりますけれども、市内の稲毛高校、実の稲毛高校の出身でもあります原作者の、渡り渡る先生をですね、慶青楼座にお迎えをいたしまして、私とのトークショーも開催する予定でございます。アニメシーンを振り返りながらですね、渡り先生と一緒に作品の魅力、千葉市のスポットなどについて、お話しできればというように思っております。作品の世界をですね、満喫をしながら市内周遊を楽しんでいただけるイベントとなっておりますので、ファンの皆様はもちろんですけれども、多くの方に千葉市にお越しをいただいて楽しんでいただければと思っております。お知らせ事項の2点目になります。食のブランド1000の第3回認定品の決定についてでございます。千葉市の食を1000年先へをコンセプトにいたしまして、市内の食関連産業の活性化、競争強化を目的として令和2年度にですね、認定制度を立ち上げております。この度ブランド1000のですね、第3回認定品を決定をしましたのでお知らせするものでございます。今回は8つの商品と1つのサービス、また第2回の追加認定が1商品でございます。お手元の別紙をご覧いただきたいと思いますが、順番に申し上げますと、ファームサポート千葉さんの生落花生大まさり、これは竹炭栽培を特徴としております。名門経営さんの三つ星コーン、また長崎農園さんのキングスイートコーン、ドラゴンファームさんの完熟ブルーベリー、イノーナーセリーさんのこだわりブルーベリー、昭和さんの高橋の芋豚餃子、鮎沢さんのこの荷が一番、極上特選ですね、焼き海苔になります。青混ぜ焼き海苔になります。またパティスリータルブさんの幕張スイーツコインを3種、あと川島さんの地元食材活用の取り組みでございます。また第2回の追加認定といたしまして、シェフミートチクサさんの千葉県産1シリーズにつきましては、アラビスソーセージがすでに認定をされておりますけれども、この度ロースハム、ベーコン、ボンレスハム、ポークジャーキー、ビーフジャーキー、ボロニアソーセージが新たに認定をされました。で、今回はですね、竹炭を使った非常にユニークなことで、栽培をされました、大粒の落花生、千葉を代表するものですけど、大まさりのほかですね、お菓子や海苔など、これまでなかった商品が新たに、追加認定という、認定となっていることが特徴ではないかと思っております。バラエティ豊かな、商品が加わりますので、食のブランド1000の魅力が、さらに高まっていくのではないかというふうに期待をしております。今回の認定品の認定証の授与式、販売会を開催することにいたしまして、今後もですね、販路拡大の支援を行っていきたいと考えております。認定証の授与式につきましては、2月19日土曜日の14時から、認定を今回受けられる皆様に私からお渡しする予定であります。また2月18、19のですね、それぞれ10時から18時まで、第1回から第3回の認定品を集めまして、販売とサービスの紹介を行うことも予定をしております。会場はいずれもイオンモール幕張新都心グランドモール1階のグランドコートでございます。この食のブランド1000ですけれども、千葉市の食、また食文化をですね、未来に残していくために、持続可能性を追求しながら、社会課題の解決もですね、取り組みを行っていきたいというものでございまして、そうした取り組みを行っている事業者の商品サービスを認定するブランドでございます。今回 の新たな認定を機会といたしまして、市民の皆様にですね、このブランドをより一層知っていただきたいと思っておりますし、実際認定を受けた商品を触れていただき、また食べていただいてですね、事業者の皆様の思いをぜひとも感じていただきたいと思います。お知らせ事項の最後ですけれども、千葉市企業立地セミナーの開催でございます。企業立地、これまで推進しておりますけれども、さらにですね、加速させていきたいと思っておりまして、
企業や関係機関の皆様に千葉市の立地における魅力をですね、紹介する千葉市企業立地セミナーを今年も開催をいたします。開催日は3月の22日水曜日でありまして、会場は東京都内の大手町を予定しております。昨年に引き続きまして会場での講演に加えてオンライン配信を、同時に行う、いわゆるハイブリッド型を予定しております。内容ですけれども3部構成としておりまして、第1部の講演では千葉市の立地メリットの PR 企業支援策をですね、ご紹介していきます。第2部ですけれども私がモデレーターを務めさせていただきまして、企業の皆様とパネルディスカッションを行って、立地した企業から見たですね、千葉市の立地のメリット優位性を、テーマに千葉市の魅力をですね、広く発信、理解を広げていきたいと思っております。第3部では名刺交換会を行います。コロナ禍の中でですね、千葉市を取り巻く環境も大きく変化しておりまして、東京都から千葉市への人口の動きもですね、コロナ前に比べて強くなってきております。こうした機会を捉えまして、食住近接が可能で、豊かなライフスタイルを実現できる千葉市のですね、強み、多くの皆様に改めて知っていただくための発信を強化したいと思っています。参加費はもちろん無料でございますので、多くの企業や関係機関の皆様にご参加をいただきたいと思います。私の方からは以上でございます。それでは関係からご質問を、産経新聞さんからです。お願いします。産経新聞の河原と申します。よろしくお願いします。企業立地の件なんですけども、今回その味の素といいますの大手メーカーがこの、数ある市の中から市場所を選んだということについて その市場のコメントというのをいただけますでしょうか。コメントですか。はい、コロナ後といいますか収束後のですね、創業環境を見据えられた企業の皆さんの方でですね、工場の再編ですとか事業所の再編の動きが、関東の中でもありますし、全国規模でですね、生産体制を見直す動きがあります。さまざまな引き合いもいただく中でですね、今回味の素冷凍食品株式はすでに市内で創業されておりますけれども、全国の工場再編の中で千葉市を選んでいただいたこと、特に立地環境ですとか、市役所のサポート体制評価されたというふうに伺っておりましてですね、追加投資大いに歓迎させていただいております。ありがとうございます。あとはすみません、発表情報とかちょっと別件なんですけども、はい、今年度の千葉市の予算案のですね、発表日というか、その今後発表される日はいつ頃になるかというところをちょっと伺いますか。わかりました。後ほど確認いたします。また事前にお知らせをさせていただきます。現在市場査定中でございまして、最終調整を行っております。光熱費の高騰ですとか物価高騰の影響もありまして、これまで以上に歳出圧力が高まっているのでおりますので、収支均衡をどのように上がっていくのか、非常に難しい調整をさせていただいているところでございます。はい、以上、ありがとうございました。続きまして NHK さんからNHK の岡と申します。よろしくお願いします。お知らせ事項でご紹介いただきましたテレビアニメの政治巡礼イベントですけども、これこうした巡礼イベントというものを市が行うのはありますでしょうか。こういった形でいくつもの取り組みを重ね合わせる形でですね、多くの方に訴求していこうという取り組みは初めてなんですけれども、冒頭申し上げましたように日本郵便さんですとか、そういった事業者の皆様と協力をしながらですね、千葉市の魅力の一つであります、テレビアニメ、またもう舞台が千葉市ということですので、市の魅力をですね、高めていく広げていく取り組みはこれまでも行ってきました。それを踏まえましてさらに取り組みを厚くしてですね、千葉市の魅力を広げてしていただきたいというのが今回の目的です。でこのイベントを通じてその期待されるその経済効果とかですね、あと、誘致できそうな人数とかそういったものは何か試算ございますでしょうか。ですね、なんていうんでしょうか、これで何人とかですね、例えば特段ここは決めてはいないんですけれども、千葉市の誇る、文化財産でありますので、多くの方に知っていただいてですね、足を運んでいただきたいという趣旨で開催させていただきたいと思っています。ありがとうございます。あと今日の発表事項ではないんですけれども、新型コロナの件で
感染法上の分類がですね、現在の入院相当から5類にするという方向で今議論が始まります。でこれについて、この5類になった場合の、なんとした時の市長としてどのようにする判断するか、どう評価するかということと、あと、変わらず5類になればいろんな影響があると思うんですが、そのメリット、デメリット、どのように捉えていらっしゃるか、教えてください。はい、新型コロナ感染症 の2類5類見直しなんですけれども、これまでも申し上げてきたんですが、2類というのは結核と同じ同等であります、そういったその結核と同等の厳しい対策が必要であるかどうかについては、特にオミクロン株が主流になってからはですね、やや疑問といいますか、結核と同等のものとして対策を行うべきかというのは疑問を持っております。今後必要な対策絞られてくると思いますけれども、これまで多くの財源、また人的資源をですね、投入をして感染対策を行ってまいりましたが、オミクロン株の特性を踏まえればですね、2類から5類へのですね、見直しについては早期に決定をいただいてですね、検討して決定をいただいて、国民理解を得るための説明をお願いしたいと思っております。そのためにそもそものウイルスの科学的な知見を踏まえた評価ですとか、足元の感染状況だけではなくてですね、ウイルスの特性、それを科学的に裏付けされた形でですね、国民に説明をぜひ国にはしていただきたいと思っております。で5類になった場合のですね、メリットデメリットはどういうことかというふうにご質問だと思うんですけれども、なんでしょうかね、今、医療機関、発熱外来ですとか、コロナを対応する医療機関というのが、限られているわけなんですが、こういったこれまで、発熱患者の診療を行っていない医療機関がですね、診療を始めていただけることが期待されるわけであります。ただ急に変わるということはなかなかないと思いますけれども、分類が変わっていけばですね、今までのコロナの方を見る、コロナ特定されている状態から広くなりますので、診療機会が広がることを期待をしております。また今発熱外来を行っていただいている医療機関もある、もちろんあるわけでありますけれども、5類になった場合ですね、インフルエンザと同じということになれば、例えば防具とかガウンとかですね、シールドとか、そういったものの着脱の手間が不要になりますので、例えば1時間あたり見ていただける患者様の数というのが増えると思うんですよね。でそういった意味でも、診療機会、診療のその、見られる患者数が増えることにつながっていくというようにも思います。でまた濃厚接触者の概念がなくなる代だと思っております、理解しておりますので、もうその待機というのが不要になります。例えばその医療機関ですとか、さまざまな施設での人手不足の解消にもつながってくるのではないかというふうに思いますし、感染者も同様でですね、自宅の待機期間という概念がなくなりますので、なくならないかというふうに、特定の取り決めがされるのは別ですけれども、そういったことも考えられますので、社会のですね、コロナ前に戻っていくためのですね、条件が揃ってくるのではないかと思います。ただですね、何て言うんでしょうか、3年間、例えばマスクをする、コロナ対策を ずっと続けてきたわけであります。で感染症として私も市長就任以来、対策を続けてまいりましたが、感染症のリスクに対する評価が、個々人でかなり違いがあると思うんですよね、慎重な方、それほど慎重でない方といいますか、その自然に受け止めていただいている方、さまざまであります。で今回2類5類で変えていきますと、対策も変わっていくと思うんですね。学校現場でどうするのか、保育所でどうするのかということでですね、これまで、取ってきた対策がですね、不要になることももちろん考えられますので、そうした時に、5類にしたという根拠をですね、科学的な知見を踏まえてしっかりと説明をしていただく、国民に分かりやすく説明していただくというのが不可欠だと思います。で特に段階的にしていくのか、ある日を境に変更するのか、報道でさまざまな見込みといいますか、出ておりますけれども、いずれにしてもですね、どうして5類にするのかということを納得できる形でお示しいただくということが不可欠ではないかというように思っております。
で特にただ5類になったら感染対策しなくていいというわけではありませんので、なんていうんでしょうかね、最低限必要というよりも、これ以上の対策は求めないとかですね、これ以上の対策はいりませんと、で、もう基本これだけやってもらえれば大丈夫なんですみたいなことをしないとですね、あの人はここまでやってるけどもししてないじゃないか、あの会場ではこうしてるけども他の会場ではしてないじゃないかとか、市民に混乱が起きると思いますし、医療機関の現場でもですね、混乱があると思いますので、5類にする科学的な知見と、あとそれに伴う対策の変更、その理由、分かりやすい形で、ぜひ説明をしていただきたいと思いますし、それを受けまして市としても、周知を徹底していきたいというように思っております。ありがとうございます。今の話の中で、医療機関のね、発熱外来なんかの本日状況も変わるということですけども、救急の搬送の逼迫状況を続けますけども、これにも影響ありますでしょうか。救急はそうですね、コロナの発熱、コロナだけが原因でですね、急に増えてますから、冬場は比較的増えるんですけども、なんていうんでしょう、高止まりしておりますが、今週末200件を切る形で、少し落ち着きも見られてきております。まだ高止まりするんですけども、いわゆるその急な入院までを要しない軽症者の割合というのは、通常6割ぐらいいらっしゃるんですよね。ですので救急車の適正医療というのを、日頃からですね、ぜひ心がけていただきたいと思います。で、容体急変すると、非常に判断がですね、難しい場合もあるんですが、#7009 でですね、救急安心電話相談というのも行っておりますし、看護師対応しますけれども、一緒に応じて医師も対応できる形になっていますので、そういった形でご相談をいただいてですね、自宅で療養していただくことが可能な場合は、そうしていただくんですとか、あと小児の相談につきましては別に#8000というのもございますので、そういった電話での相談窓口を使っていただいて、救急車の適正利用を、ぜひお願いしたいというのは一つございます。で、またやはり搬送が必要な場合もございますので、そういう場合は、躊躇なく救急車を呼んでいただきたいと思いますけれども、医療機関、保健所、さまざまな関係機関でですね、市内だけではなくて今も行っておりますけれども、全県を視野に入れて、場合によっては他県にもお願いする場合もありますけれども、調整を密にしていくという連携はこれまで以上に強化していく必要があるというふうに思っております。ありがとうございました。はい、続きまして、幹事社の G 通信さんからです。G 通信のアドレスお願いします。企業立地についてなんですけども、今回の事案以外にも、昨年頃から大型の補助金利用した、活用した大型の企業立地が続いていると思うんですけども、改めて市のどのように評価されているか、企業側のメリットなどについてお伺いしてもよろしいでしょうか。企業側とメリット、企業のどういうニーズをこう満たせているかとか、さまざまな企業がありまして、受け止めは企業ごとにあろうかと思いますけれども、生産ラインを増強するですとか、新規の工場を建設される場合、どうしても従業員の確保が課題になってまいります。町場市内であればですね、従業員の確保は実現できるというふうに判断をいただいて、町場市を選んでいただいている会社が、事業者が多いというふうに認識をしておりますし、また我々としては立地するまでが支援、立地するまでの支援だけではなくて、追加投資をしますよという場合の支援策もですね、トータルでお示ししておりますので、将来のですね、事業拡張に向けた支援もあるということもですね、また高く評価していただいていることの一つでございます。はい、ありがとうございます。コロナについてちょっと重複してしまう部分があるんですけども、国の方で5類への移行だったり、マスク着用の見直しだったりっていうのがある一方で、現状では第8波っていうので、インフルの同時流行やその救急搬送困難事案とかが問題があるんですけども、こうした中で市としてどういうふうに、政府の見直しに対応していくか、感染状況に対応していくかっていうのをお伺いしたいです。感染状況政府の見直しとか、今の枠組みではですね、保健所の療養支援、行政登録を行った上で療養支援を行っておりますけれども、発熱外来時期によっては逼迫している時もあります。でそういった時に
まあ、発熱をした場合でですね、全ての方が、発熱外来に行くのではなくて、まあ、特に今は発熱外来でしか診てもらえなくなってますので、集中する場合もあるわけですけれども、8夜の前からですね、県ともしっかり連携、保健の設置士として連携させていただいて、セルフチェックでですね、陽性反応があった場合には、オンラインで登録をして、保健所の療養支援が受けられる仕組みを構築しました。今、1日1000人から800人程度ですね、新規の陽性者がございますけれども、4割ぐらいの方が、そのセルフチェックのオンライン登録をしていただいております。その数だけですね、発熱外来の逼迫が抑えられているわけでありますので、一定の効果は出ていると思うんですけれども、今の枠組みの中では、保健所の療養支援が受けられる、陽性者登録した上で受けられることになっておりますので、発熱外来の逼迫をですね、抑えるための対策を今後もしっかりさせていただいていることと、療養支援を受けられる方がですね、容体急変した場合ですとか、医療が必要な場合にですね、その方に確実に医療をお届けする体制を今取っておりまして、これを継続していく必要があるというふうに思っております。ありがとうございます。他にございますか。島根県議会と申します。すみません、話に上がった救急搬送の状況なんですけども、はい、今はもうピークは出したと捉えていらっしゃるのか、現状はどう把握されていらっしゃるのか。いや、ピークを出したかどうかはもう少し状況を見させていただかないといけないというふうに思っておりまして、処分部の方ではですね、予備車両も投入したですね、対応させていただいております。直近 の, その週末14、15ですかね、では1日200人を切るということになりましたけれども、この傾向が今後続いていくのかどうか、しっかりと見極めをしていく必要があるというふうに思います。一時下がったので、対策を緩めるということはせずにですね、現状の対応を取りながらですね、今後の推移をしっかりと見ていきたいと思います。一方で、感染状況は今どのように分析されていらっしゃいますか。感染状況はですね、先週と比べて 0.8 倍、0.7 倍、先週 0.7 倍になっておりまして、前週では減少してますけれども、高止まりといいますか、横ばいという認識でおります。そんなに減少局面に入ったと明確になかなか申し上げにくいのではないかなというように思います。ありがとうございます。他にございます。千葉日報藤田です。よろしくお願いします。すみません、また2類5類問題で一点を確認させていただきたいんですけども、これ、5類引き下げることによって、先ほどの話、今予算査定中という話でしたけども、新年度予算に何か影響が出る、あるいはその引き下げることによって、組み直しなり、もう一回こう洗い直す必要があるとか、そういう影響、いわゆる財政的な影響というのは何か考えられるんでしょうか。保健所の業務がかなり変わってくると思います。入院調整も、今のインフルエンザと同様に仮になった場合と仮定しますと、保健所による入院調整も医療機関同士で行うことが、インフルエンザと行っていますと、そんなことも考えられますし、保健所の療養サービスについてもですね、限定化される可能性はあります。ただ、段階的にやっていくという話もありますので、いつからどういう措置を取る必要があるのかというのは、これから国の方で議論されると思いますし、それに対応した、それに合わせた対応をですね、我々していかなければいけないと思っています。で、予算案の、その予算を作る上での前提としてはですね、現在まだ2類相当でございますので、現在の対応を継続したことを想定した予算を今、組んでいるということでございます。おそらく市議会に提案する、どういうタイムスケジュールで、2類5類の変更をなされていくのかまだ分かりませんけれども、当初予算を、編成する上ではですね、現状の取り扱いを前提に組ませていただいて、年度途中でですね、基礎に応じて変更をさせていただくということになるかと思います。ありがとうございます。よろしければ以上で終了させていただきます。ありがとうございました。